天使のモーニングコール。今日は天使はあなたのそばにいると題してお送りします。先週は大地をかける光の天使たちと題して神仏の目から見た歴史観もお伝えしました。偉人と呼ばれる数多くの光の天使たちが地上に生まれ活躍してきたということ、現代もたくさんの光の天使たちが世界各地に生まれていることでしょう。前回は地上に肉体を持って生まれた天使について取り上げましたが、今日は目には見えない霊的存在としての天使についてお伝えします。皆さんは天使の存在信じますか？幸福の科学の女性誌 Are You Happy? も3月号は天使特集です。その中で読者に聞いた天使のお助けエピソードなるものが掲載されています。ちょっとご紹介しますね。小学校2年生だった長女が数万人に1人という重い病で手術を受けるために1ヶ月半の入院生活を送ることに。まだ幼いのに辛いだろうと心配していましたが、意外にも娘は平気な様子。手術が終わって無事に退院した後、寂しくなかったとなんとなく聞いてみたのです。すると娘は、天使がいつも見守っていてくれたから平気だったよ。天使は17歳くらいのお姉さんで、髪は黒、頭の輪っかが光ると髪が茶色くなるの。翼は足首まであってとっても大きかったよ。他の子がいるときは出てこなかったけど、一人でいるときには出てきてくれた。このように話したというんですね。現在娘は30代、2児の母。ここまで無事に育ったのも見守ってくださっていた天使のおかげだと思いますと、55歳の主婦の方の読者のこのエピソードが載っていました。子どもの純粋な目でこうした存在って見られるのかななんて思ったりして今お読みしましたけれども、天使って実際にはどんな存在なんでしょうか。どんな仕事をしているんでしょう。大川隆法総裁の書籍天使は見捨てないにはこう説かれています。結局天使という存在は人間の姿をとって現れてはきますし、あの世でもそうした姿で活動してはいますが、やはり神の働きの一部なのです。神の救済機能が天使という姿をとって現れてきて、いろいろな形で救済に入ってくるわけです。ある時は病気を治しに入ったり、ある時は非常に落胆し失望している人を慰めたりします。またある時には事故になる寸前に間一髪のところで助けたりと、いろいろな形でこの世での救済活動をしています。あるいは亡くなられた方がいたら、その後悟してあの世に連れていくという仕事をしているのです。地上で魂修行をしている私たちを見守ってくれている天使、ピンチの時にはインスピレーションで助けてくれたり、病気の時は傍らで回復を祈ってくれていたり、今世界で起きている災害や
戦争の場面でも、目には見えないたくさんの天使たちが傷ついた人々のために祈り、亡くなった人の魂の救済にも取り組んでいるのでしょう。そう思うとなんだか胸がいっぱいになります。幸福の科学では、天使というのは厳密に言うと霊界の6次元上段階からの存在であるとも定義されています。そう、あの世、霊界には次元構造があると言います。天上界というのは4次元から9次元までの階層に分かれていて、上に行くほどそこに暮らす人のいわゆる霊格が高くなるということ。7次元世界のことをお札界とも言うそうですが、天使、菩薩と呼ばれるのは救われる立場から救う立場へと魂を進化発展させた存在なんですよね。私たちは地上世界で魂を鍛えるために人生修行をしています。その中で愛と悟りをどれだけ高められたかという点で、死んだ後帰っていく世界が分かれていくといいます。仏は無限に向上していきなさいという願いを込めて、魂修行の場としての地上世界やいろいろな次元に分かれた霊界世界を作ってくださったのかもしれません。天使や菩薩になれる可能性は誰もが秘めているということなんです。そしてそんな私たちの地上での生活を極めて身近で守ってくれている守護霊という存在がいます。幸福の科学の仏法真理では、守護霊についてこのように説かれています。皆さんが地上で生きている間は、魂の兄弟と言われる皆さんとは魂的に非常につながった霊存在が、守護霊として日々あの世から皆さんを守護しています。さらに大きな使命を持った人に対しては、指導霊という一段と霊格の高い霊が様々な指導をしています。宗教選択の時代という書籍から朗読しました。魂の兄弟って何と思われた方もあると思います。いろいろな解説が幸福の科学の仏法真理ではなされていますが、霊的世界の本当の話という書籍にも様々に説明がなされています。例えば手のひらがありますが、手のひらの大きな部分が今地上に生まれている私たちのこう本体というもので、あと5本の指がつながっていますが、これが魂の兄弟というふうに私などは理解しています。守護霊といっても、本人の意識レベルとそう大きくは変わらないそうなんです。ここがとても面白いところですね。ただ地上に生きている本人よりは少なくとも一段高い認識力を持っていることは確かだということです。ただ原則があって、この世に肉体を持って生活している魂にはその人の今世の修行があるので、あくまでも主体性は地上の人にあると。魂の兄弟、守護霊はバックシートドライバーのように後ろに乗っていて、
あっちに行きなさい、こっちに行きなさいと指図は一生懸命しているのですが、自分がハンドルを握って運転はできない、このような原則になっているそうです。こうした守護霊や指導霊は普段はあの世での仕事があるそうなんですね。この世には要所要所を締めに来ているということです。いかがでしょう。守護霊一つを紐解いてみても、いろいろと面白い観点があるなと思われた方もあると思います。いろいろお伝えしてきましたが、こんな世界や話を知ることなく暮らしていたら、おそらく天使や守護霊の存在などに考えも及ばず、彼らの存在を感じることもないかもしれません。でも彼らと近づく方法があるんです。霊的世界の本当の話にはこうあります。心で念じたことはあの世の世界にほとんど一瞬で通じます。祈っていると自分の守護霊や指導霊が近くに来てくれます。地上の人間と天使や守護霊とをつないでくれる光のパイプ、それが祈りです。単純に助けてくださいという思いだけではなく、時にはどんな時も見守り、ピンチの時には駆けつけてくれる、そんな天使や守護霊にいつもありがとうございます、これからも頑張りますのでよろしくお願いしますなどといった感謝ですとか精進誓いの気持ちもぜひ届けてみてください。きっと喜んでくれて、もっともっと応援しようと思ってくれると思います。ではここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。天使たちは日夜活動しています。数多くの人々を助けようとして活動しています。悪霊に憑依されている人にも善なる心を教え、その悪霊から引き離そうとして努力しています。正しい信仰に入るように導こうとしています。そしてそういう人を導ける人を友達にするように一生懸命努力しています。天使たちは休むことなくそういう努力を日々やっているんです。しかしあなた方はその天使の姿をその目で見ることはおそらくほとんどできないでしょう。天使の活動をあなた方が見ることができないということは、天使たちはそうしたあなた方を救う活動を日々やっていてもあなた方に感謝されてはいないということなんです。それは目に見えない働きであるから。そうした目に見えない善意があなた方をくるみ、あなた方を救おうとしているけれども、あなた方に気がついてもらえることは本当に数少ない機会しかないんです。たまにそうした夢の中で天使の姿を見たり、たまに天使の声らしきものが聞こえることもあります。宗教修行の中ではそういう瞬間もたまにはあります。しかし 99% 以上天使たちの日々の活動はあなた方に感謝されることもなく気づかれることもありません。しかしどうか信仰という言葉によって神や天使への感謝の心を持っていただきたいんです。そして数多くの天使たちが神のしもべとなってこの世の不幸を減らすべく
日々努力しています。不幸な人たち、悲しみの中にある人たちを慰めようとしています。また一方では人々を不幸にし闇の世界に連れ去ろうとしている人たちに対して厳しく指導もしております。愛の中には甘い愛だけではあるのではありません。愛の中には優しさがあります。優しい愛が基本ではあります。しかしながら間違ったものに対してはその間違いを間違いであると正すこと、これもまた愛なんです。お聞きいただいた説法は書籍真実への目覚めに収められています。天使のモーニングコール、この時間はちょっぴり息抜きオンダソファーのコーナーです。2月15日月曜夜 TKP ガーデンシティ品川を会場に幸福の科学大川隆法総裁大講演会世界を導く力が行われました。会場にはおよそ2000人が詰めかけ約50分間の講演に聞き入っていました。まさに日本とアジアを取り巻く情勢というリアルタイムのトピックスに触れられて、私たちがとても知りたい未来の可能性に踏み込んだ発信がなされました。宗教家として世界に争いの種を増やしたくない、できれば戦争がない方向に持っていきたいと、あくまでも平和な世界を作るべきだと強調しながら、リアルなこと現実も踏まえてですね、とても知りたいことがたくさん発信されていました。今このお話はですね、全国の、支部ですとか商社で、聞くことができると思いますので、後ほど、お問い合わせの先のこともお知らせしていますのでチェックしてみてください。第2部企画の司会を私また務めさせていただいたんですが、これは幸福実現党本音トーク、郵政局長徳間さんと広報本部長七海博子さんの対談が行われました。ライブも行われましたし、党首の釈良子さんはスイスのジュネーブから生中継でサプライズ出演を、されました。こんな感じで2月の15日の夜はとても熱く盛り上がりました。以上オンダソファーのコーナーでした。